木造聖観音座像聖観音像聖観音ボンメアーリやア,アバローキテーシュバラは、仏教における信仰対象である菩薩の一尊。聖観音とも書き、六観音の一尊でもある。観音菩薩像には、様々な形態のものがあるが、このうち、多面多比などの超人間的な姿ではない。一面に、肘の像を指して、聖観音と称している。大臣の冠論として、 六観音の役割では、ガキ道を馬け役するという。もともとは、消防名如来という仏であったが、主上の救済のため人間界に近い菩薩の実となった。三枚あがたは、八割れんげ、趣旨はさ、キリイクなど、神音は、オンアロリキャソワカ縁日は、毎月18日であるが、特に7月10日は4万6000日と言われる。観音像には11面観音、千樹観音、 女遺林観音など多面多比の変化観音と、こうした超人間的な姿ではない、一面に肘の観音像があり、後者を指して聖観音、または聖観音と称する。密教では聖観音、十一面観音、千樹観音、女遺林観音、馬頭観音、順太子観音を六観音と称している。 聖観音の造用は、前述のように一面に肘の菩薩型で、持ち物は左手に蓮華を持つのが一般的だが、必ずしも一定していない。水亀や蓮華を持ち物とするが、厳密には、左手に未開時期の蓮華を強善に持ち、同じく強善右手を立ててその花びらを開こうとする、大蔵曼荼羅中隊八要員、蓮華部員の観音の姿が正当とされる、観音像の標識として、 最も見分けやすいものは、頭上、頭髪部の正面に化物と称する阿弥陀如来の肖像を置くことで、この点は、千寿観音など、他の観音像にも共通した特色である。一面に肘の観音像が、すべて、聖観音と呼称されているわけではない。阿弥陀三尊のうちの左脇地像として安置される観音像については、単に観音菩薩像というのが普通で、 聖観音と称するのは、独尊像として祀られる場合にほぼ限られている。また、一面に肘の独尊像でも、聖観音と呼ばれていない例が多々ある。例えば、奈良、法隆寺には、くだら観音夢多外観音旧姓、観音と通称される国宝の観音像三体があるが、これら三体とも国宝指定の際の正式名称は、 観音菩薩立像であり、正式名称としても、通称としても、聖観音とは言わない。奈良時代を中心に盛んに作られた、いわゆる小金動物の中には、通常に網だけ物を有することから、明らかに観音像であるとわかるものが多いが、これらについても、通常、聖観音とは言わず、単に観音像と言っている。聖観音と一般に呼ばれ、寺院側でも、 そのように称している像のうち、著名なものとしては、奈良、薬師寺東院堂の、本尊像、奈良、二人寺本尊像、京都、倉間寺像などが挙げられる、お経の一つである、南無大時代悲観世音菩薩種,種、重罪後逆症滅じた平等促進成仏、ありがとうございます。